厚ツさん20代の赤髪の時と今の厚ツさんではご自身では一番変わったなと思う思想は何ですか自分のことしか考えてなかったです。10代、20代は。 で、赤髪にした時も、周りの目とか一切気になってなかったですね。もうとにかく自分が目立つためにはどうするかっていうことで、やっぱ赤髪にしてるんで、赤髪にしてる時がちょうどこう、ブレイクするタイミングだったんで、その時に吉本興業がグッズをたくさん作ったんですよ。赤い髪のストラップとか、キーホルダーとかなんかばーっと作って。 僕が赤い髪をやめたいですって言ったらめちゃめちゃ怒られたんですよ。髪の色を自由にできない芸能界って何なの学校よりも厳しいじゃねえかと思ってただ髪型は自由にしていいって言われたから僕赤い髪のままでパンチパーマかけてやったんですよね。でパンチパーマでしばらくテレビに出てたんですよ。それはもう吉本に対する もう反反心、反骨心骨だけでそしたら吉本の上層部の人に呼ばれてものすごい説教を受けて、ね、その時に CM 契約とかもあってちゃんと契約書の中に髪の色と髪型までちゃんと、あのー、気をつけるっていうふうな条文があったんで2日後にパンチパーマを伸ばすっていうただただ髪が傷んだっていう経験があるのでそれまでは。 自分だけの考えで生きてきたけど、そっか、こう、周りにいろいろと助けられながら僕は芸能活動ができてるんだっていうのを、まあ、ちょっとずつですけど、そっから10年ぐらいかけて知るんですよね。で、もしかしたら今もなお、ちょっと勘違いしてる部分があるのかもしれないです。自分自身が。ただ47の僕は、46歳の自分よりも成長してるって今も思えるんですよね。年々成長してってるんで、 まだこっから先もまだ感覚もアップデートできて成長していけるだろうな成長していきたいと思ってるしっていうのはあります考え方は変わったとは言い切れないけどただ自分の人生の中で10代から40代の中では自分はあの頃とは違うあの頃より成長してるっていうのは自分でも感じるところかな落っついてないですけどね世間の方が言う常識みたいなことが僕にはまだ備わってないと思うし アンガーコントロールもできないんで、病院に行こうとも思ってます。なんでこんなすぐ怒っちゃうんだろうな疾患があるのかなと思って。